こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本海上自衛隊が誇る、そう、竜型潜水艦は12番艦まで完成しつつある。残すは12番艦を海上自衛隊に引き渡すのみとなった。その最終形態として、リチウムイオン電池タスディーゼルエンジンのハイブリッド AIP 機関として登場した。そう、竜型潜水艦は、ボディもステルスを誇っており、通常動力型潜水艦は、敵なしと言うべきだろう。敵は原子力潜水艦の稼働時間の長さくらいではないだろうか。そう、竜型潜水艦は大きくもなく、小さくもなく驚くべきはその機動力だろうと考える。リチウムイオン電池との組み合わせは、もはや最高の出来栄えになっている。では、日本が、そう、竜型潜水艦10番艦まで搭載していた。API 機関スターリングエンジンはなぜ、採用されなくなったのか。そこには、知られざる大気な理由があった。それでは詳しく見ていこう。日本の海上自衛隊における、まさに切り札的な戦力が潜水艦だが、最新鋭である、そう、竜型潜水艦は、通常動力型で世界最大規模の艦艇であり、12番艦、東竜も、2021年には、就役予定となっている。そう、竜型潜水艦は、ネームシップである1番艦、蒼竜が、2005年に寄港されて以来、ほぼ毎年1隻ずつのペースで建造が続けられ、海上自衛隊の潜水艦隊の中核を担っている。このうち、1番艦、蒼竜から10番艦、昇竜までの、10隻は、ディーゼル機関、鉛蓄電池とモータ、スターリング機関という、3種の動力源を持つ、非対機依存推進方式を採用していた。これが、11番艦、蒼竜と、12番艦、東竜の2隻では改められ、スターリング機関を廃止しディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池の、併用という、シンプルな機関構成に変更されている。そもそも現在の潜水艦は、こうした海上自衛隊の蒼竜型のような、通常動力型と、アメリカ、イギリス、フランスやロシア、中国などが、保有する原子力推進型に大きく分けることができる。ロシアや中国などでは、この両方の推進機関を持つ潜水艦を建造、配備しているが、アメリカやイギリス、フランスなどでは、原子力推進のみの保有に特化している状況だ。翻って、日本においては、政治上からも原子力の軍事転用が難しい国情もあり、通常動力型でありながら広い領海をカバーするだけの航続距離や連続航行を実現する性能が絶えず求められてきた。こうした状況下、その要求を満たすため、通常動力型としては、最大規模となる満載排水量4200トンと、そう、竜型はなり、水中移動時の、
補助的動力源としてスターリング機関を併用する形となっていた。これは大きさに比例して出力が著しく劣るスターリング機関であってもゼロよりはマシという給与の策だともいえ、必要とされた水中航行時の速度も最大5ノット程度と、決して満足のいくものとは言えなかった。今回、このスターリング機関を廃する決断が下されたのが、従来の鉛を使用したものから、リチウムイオン方式へと蓄電池が変更されたことで、それを十分カバーできる性能を実現したからに他ならない。リチウムイオン電池は同じ大きさでも鉛製に比べ倍以上の容量を持つ小型のハイブリッドカーなどでも主流となっている同技術を、大型でしかも安全性の求められる潜水艦用に高めて実用化したもの。このリチウムイオン電池の実用化も、広い領海を持つ日本の国情から生み出されたものだといえ、同じく通常動力型潜水艦のみを建造し、輸出も盛んなドイツでは、燃料電池型の非待機依存、推進型が主流となっている。このあたりの選択は、ひとえに潜水艦が活動する領域の広さに依存すると、見ることができ、陸地の沿岸部を主な行動範囲とし、遠洋への進出が、さほど重視されないドイツにおいて主流たるゆえんだろう。こうした事情から、ドイツの燃料電池搭載の非待機依存推進型の、214型潜水艦は、全長が約65メートル、幅約 6.3 メートル。水中排水量約2000トンと、総、流型に比べ、かなり小型な艦に、仕上がっている。そして、それゆえに、ドイツと同じような沿岸部での運用を主とする国々に、受け入れられ、輸出やライセンス生産など多くの採用実績を挙げ、一躍通常動力型潜水艦を代表するものとなっていると言って過言ではないだろう。ちなみに日本でも潜水艦への燃料電池方式の検討は行われているものの、水素と酸素を大量かつ安全に艦内に持たせる技術と、航続距離がどうしても短くなる課題から現状では採用されてはいない。特に水素は発火した場合の危険性が非常に高く、潜水艦のような軍事兵器であれば、攻撃を受けた際に密閉された艦内に漏れ出して充満した場合、一瞬で大爆発を起こしかねないリスクを抱えている。そこでドイツの214型潜水艦などでは、水素を吸収させる物質を媒介として安全に艦内に貯蔵する手法が採用され、比較的行動範囲が狭い海域での運用には支障がない性能を実現させている。潜水艦と比べればはるかに小さい自動車の分野では、燃料電池方式こそ未来の本命技術と目されるほど有望視されており、
今後航続距離を伸ばす技術が実現されれば日本でも再び検討されるかもしれない。お隣の韓国も214型潜水艦をライセンス生産しているが、ドイツにいかなる狙いがあったのかは定かではないが、韓国による燃料電池型艦の輸出までは認めておらず、また韓国建造艦のトラブルも絶えない。しかも燃料電池そのものの不具合や潜水艦として最も重要な騒音トラブルなどが多く、ドイツ本国でも一時は保有している6隻すべての未稼働状態が伝えられるなど、兵器としての安定感を不安視する声も上がっている。